皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回も DMC4SE ネロ編遊んでいきましょう。さて今回はミッション14、20分の14ですね。で前回森の主のエキドナを倒してギルガメスを入手、そしたらなぜかこのフォルトナ城との橋がねまた開通したので、今回はこの橋を目指していきます。で新キャラクターのフォルトさん、見た目はねなんか割と可愛らしいんですけど、彼らに食われると別のフロアに連れて行かれてしまうので、あんまりお世話にはなりたくない。で倒すと必ず回復オーブをね出すという方なのはかなり嬉しい。でここなんですが、このキメラシードがね膝ったいので、死んだか。リアルインパクト。で次のエリア、ラピス川。ここはメフィスト系かな。だね。でねこのメフィスト系にもダンテの危ないリアルインパクトに、あ食われた。まあいいや、あのここにしかねないブルーオーブじゃなくて、ブルーオーブじゃなくてあれがあるんですよ、レッドオーブ。こいつはちょっと めんどいな。あちょっと待って、ショットガンでひるませた後でリアルインパクトに当てられるんですが、あの即ね出していかないと、ポテンってなった直後に出せればいいんですけど、こういう時ですね。またトゲトゲがあるんでね、これがうざいですよね。で一回落ちるメリットっていうのが、この配置されたオーブを回収できる。もうないね、3箇所ですね。であとこのステージは確か普通に遊んでるとスタイリッシュランクがね S 取るのがかなり難しいっていう話なんで、まあ今のもね一応スタイリッシュポイントの稼ぎにはなるかな。で次フォルト来んなよ。でさらにファウスト、来んなよ。多段化させて、よし。当たる瞬間にあのデビルトリガーをね発動させると多段化するんですよね。これがダンテさんの主なダメージ源。でねこの先がね厄介なんですよ。なんでかっていうとブリッツが確かいるんですね。でブリッツに
リアルインパクトをね、当てようとすると、どうしてもため時間で食らってしまうんで、無理しないで、まあ、魔人化して、スティンガーとかで普通に削っていって、最後は逃げるっていうやり方を取った方がもしかするといいかもしれないですね。今回それでいこうかな。見えない見えない。来んなよ。あ、来た。危ね。今リアルインパクト出してたら危なかったですね。もう来る。まずはあのアサルトをねやっつけたい。よし、これねロイヤルガードにして、まあ、ちょっとだけダメージ食らうんですけど、あ、来ないな。あ、なぜか今通らなかった。全然ダメージが。今のこれ直当たりですね。よし、今回はうまくいった。あのリアルインパクトがね正面から当たんないとダメなのかな。よし、結構ねシビアなんですよ位置調整が。正面からじゃないと多段化しても本当になんかカス当たりみたいな状態にねなっちゃうのが不思議なんですね。ここに今オーブなかった。気のせいか。岩の白いあれか。さあ、ここなんでしょう。ここはブリッツではないと思う。おそらくキメラアサルトの大群。こいつらか。あれだ。今のはちょっとね、適当すぎましたね。もう突っ込むぜ。あぶね。この頃にはもうチャージショットド安定ですね。でさらに DT を発動している。どこに何が何ていうのか全然わかんない。ちょっとここ少し逃がして、逃げさせて。あいつだけか。あと、あ、待って、増援来た。何が湧いた。今のでカス当たり。よし、で進行方向はあっち、山の上。ただその前にオーブを回収していかないといけない。もう一個。今回これどうだろうな、なんか微妙な気がする。ここのオーブ類もねちゃんと取っておかないとダメですね。あと上に1個、ここね。
で、そこにホーリーウォーターあるんですけど、もうアイテムいっぱいいっぱいなんでいらない。あ、であれか、ここシークレットミッションか、ダンテの。だよね。確かにノーダメージじゃなくて、ジャストガード、ロイヤルガードを5回連続成功させなさいっていうシークレットミッションなんですが、 DMD 難易度だとミスるとまずいんでね、ちょっと1周目スルーして後で取っておきましょう。一応待って、内容だけチェックしとこう。ですね、そう、ロイヤルブロックを5回連続で成功させろ。で、成功するとブルーオーブのかけらが1個もらえます。なんか暗くなったね、急に。オーブないか、オーブないか、ないね。ここら辺は何もないか。さあ、これでクリアですね。さあどうでしょう。 S ランクの B ランクか、 SBA で A ランクですね。やっぱスタイリッシュポイントがここあれなのか、極度に足りないんですね。確かね、 S 取るのに必要なのが7500っていう話だったんで、3000ぐらい足りないっていう計算になるんですね。はい、ではですね、今回もちょうどキリがいいので一旦終わりにして、また次回につなげていこうと思います。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると嬉しいです。ではね、また次回ミッション15でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。